本日はゆきとここを突き切っていきます。赤坂デートしてみたやっていきたいと思います。やっていきたいと。本日は何が食べたいの？ソフトクリームが食べたい。ソフトクリームが食べたいの？寒いのに寒いのに寒いのね。だってバケモンか。バケモンだそれが。ワンブルーの入りました。ありがとうございます。ね、今日はこの2人のイチャイチャを捉えていきたいと思います。この身長の、このでかい身長のデート機会が怖いです。ゆきさん、どこのソフトクリームが行くんですか？焼肉。はい。いいっす。ひまちゃんの乗ったソフトクリーム。おお。自分の彼氏先歩いてきたよ。うわ、冷た。冷た、ゆきさん。そして空気も冷たくてソフトクリームも。そうなんですよ、もう12月になるというのに。それが気持ちいいですね。一回こっち向いてもらっていいですか？あ、無惨です。無惨です。イケメンですがね。これ、あれだ。おお。こうちゃん食べる。いや、僕はなんか腹壊しそうですね。ちょっと。じゃあ、行ってきてください。よし、これだけ、これだけちょうだい。めちゃめちゃ可愛い。これが一番可愛い。めちゃくちゃ可愛い。デートなので、部屋だね。普通くれるよね。普通にあげます。部屋だね。どうぞ。クマだけちょうだいね。自分で買え、自分で買え。冷たいですね。自分で汗に浸らしたお金で買うんだよ。やっぱ冬にソフトクリーム食うだけあって冷たいですね。冬だけにね。そう、いきなりこいついただいちゃったな。じゃあ分かった、これの、うん、この、いやダメだ。このカップ仲悪い。俺は歩み寄ってる。巨人。俺は歩み寄ってるだよ。巨人。そうですね。あ、進撃ね。そう。あ、なるほど。言うといてあげる。70メートル級巨人。あ、重い。あんま強くなさそうですね、この曲。この巨人あんま強くなさそう。食レポ下手か。甘い。甘い。気候種。こうだ。クリーム、いただきます。クリーム。なんかあれみたいな。あー、うん、闇。すいません、ありがとうございます。おー、めちゃめちゃ美味しそう。闇。僕は、しおさんは普通にホットボーリーです。本日もチェンジでしょ、これ。すごい美味しそうな。チェンジでしょ。あ、いいね。ほら、香りが。あー、僕、本日、いやでも僕、カフェイン中毒で本日4杯目です、これ、コーヒー。致死量ですね。イブラクコキビビリ。あ、すごいいい匂いする。コーヒー、キキビビリ、キビビリ、めちゃくちゃ美味しそう。ソフトクリームとコーヒーは。いいな、ゆっくん、次はどこに行くの？次はね、隣の通りのホテルに行く。ソフトクリームじゃねえの。さっきのキャラだったの。これ使いましょう、これ。じゃあね、使うよ。日曜日の赤坂は店がやってません。ガラガラです。あ、バイソーじゃない？バイソー。ほう。ちょっとご飯が全然ないんでスポットに行きます。あそこはジャンジー、ジャンジー、ジャンジー。あの上とか回してみて、バイソー。
お参りに行きます。お参りデートです。あれだよ、あの朝倉海がトレーニングだ。ここか。そう、あ、じゃあもうトレーニングデートです。トレーニングデートです。どっちが早く登れるかやってみたら、あとでなんかちょっとデートスポットっぽい神社みたいなのが来ますね。一応デートなんで。雲行き怪しいんですよ。絶対別れるやつ、別れるやつ。じゃあちょっとこの後、はい、この二人がどうなるのかちょっと捉えていきたいと思います。おお、鳥居がでけえっす。めちゃめちゃ面白い、でかい鳥居が。さあトレーニングやりますか。全国目指して今日コラボでもチャンスしてる。あれ撮影よ。あ、お疲れ。疲れた、一応。もうダメだ。ね、そうですね。一気味が確かに、ビルとかなんか映えそうだね。ね、一気味が綺麗です。日は見えないけど。おお。いやでも、前半。出まして、おめでとうございます。うん、いい景色です。そろそろ神社着きそうですか。そうだね。おお、空気が変わった。空気が。あ、なるほどね。これを。ソフトクリーム。お、マジ。続いてのソフトクリーム。お、団子とかいいんだ。あ、いいね。串団子。団子っぽくね、ちょっと。デートっぽくね。ね。うまそう、すき焼きと天ぷら定食。おー、いいね。もう普通に食事が始まるしそうな雰囲気がしますが。お団子食べてみようか。団子映えるね。え、かもしれんな。そういうなさそうだな。まだ映えるね。おお、ジャンジー。おお、綺麗、非常に演技が良さそうな。サンデー参拝みたいなあると思うよ。清め、あ、してするか。じゃあ清めてください。清めちゃってください。冷たそう。冷たそうですね。ホットコーヒーの恩恵がなくなった一瞬で。清めました、これは。清美ちゃんです。おいしい水富士山。ちょっとアホっぽい感じ。嫌いじゃん。で、鈴木福の CM 知らないですか。おいしい水富士山って多分調べれば出てくるっす。ちょっとお父さん。あ、ほんとだ。ただいま。あ、ただいま。いや、同じ顔。神になってます。
すごい縁起がいいですよ。失礼します。今日仕事？どういうことか。お申し込み書書かないさっきそうっすね、七五三みんな浴衣着てる。やめとく。なんかさ、年末もさ、うん、ああ、確かにかぶっちゃう、かぶっちゃうね。あ、これはあの年末にやりましょう。身を清めるだけで、清めるだけで終わり。今日のデートを撮影してくれている、こんにちは、コウタロウです。ものすごいものを見せてもらってます。コウタロウちゃん、シロウさんとユキさんの、コウタロウちゃん、おはようございます。もう寒くてしょうがないですよ。サムスティング、サムスティング、この男はこの男は本当にイケメンです。この男は寒い。ありがとうございます。色が変わるの黒か。おお、なんだこの光景は。定まらないな。キューブだね。なんだこれは。ちょっと次行ってみますね。デートあ、でもデートっぽいですね、ここでしょ。本当のデート見てください。内派です。呼吸内派。具合悪いんですか。悪かったけどか。いや、まあでも普通に観葉植物、観葉植物、ここで買っても持って帰って、観葉植物。あ、なんかハートもありますよ。ちょっとサムネいいっすね。サムネだこれ。すごいサムネですね。中を、ここで中を深め合ってくる。これはこうサムネだから撮んないとダメだ。サムネ。うわ、ラブラブ。はい、チーズ。ポリーな。はい、チーズ。いい。いいっす。でも全然デートっぽくないですね、ポーズが。でもさっきの撮れた。あ、撮れました、撮れました。あれで食べてる。これ取って、一人で。ほら。チーズバーガー。ベーコンレタスバーガー。チキンフィレオ。チキンフィレオってなんだ。マックフライドポテト。ポテト。チーズバーガー。頑張ってんだ。頑張って、おいおい。光変わってるね。ね、色が。どうなってるんだ裏は。ただの板。裏。かわいい。これが裏側。フランキーハウスのこと。いきなり富澤出てきた。富澤と電電虫で電話してみた。ガッチャちょっと待って、カオスすぎる。デートなんですから、ちょっと2人ももっとホットになってください。そうだ、じゃあパスワード教えて。6831。あ、これ P つけておいてください。これで今回のスマホを奪い放題。ちょっとメンヘラみたいなの作ってる。このビールどうやった。いや、もうちょっと長いからまだ見えない。
さあ、お二人はどこに向かっているのでしょうか。肉の花の声そうです。電車連結みたいな。エッチなこと言わないでよ。ゆきさん、そういうことしか考えてないですからね。私のね、エッチなことしか興味ないの。そんなことないよ。おい、何でそういうこと言うの。すまない、何でそういうこと言うの。すまない、もう、修羅場じゃ修羅場じゃ、もうあの男ダメっすね。ダメです、こうさ絶対に付き合ってはいけないです絶対に付き合ってはいけない器物自分さランキング、ランキング付き合ってはいけない器物自分さん1位1位ユーズジムさん、ここに一番上にユキさんの写真が。本日、カメラに回ってないっていろんなところに来ました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 。デートの締めは赤坂ホテルニューオータニ近く芽生えの芽生えの何なんとか声が芽生えちゃう。皆さんにおすすめの。もう全然ですね。こんなの。なんかこれ。ちょっと新スポを見たくなってます。新スポではない。普通の怖いですよ。まあ庭は庭ですけどね、確かに。公園だろ。あ、そっか。これは、ああ、公園だ、これは。公園だ。本当だ。これどっから行けんの。全然わかんないですね。ちょっと曲がるとこ間違えたかもしれない。探そう。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。探せ。男たちはロマンを求めグランドラインを進む。要はまさに大海賊時代テレッテイだけの今の。ああ、これはデート失敗ですね。失敗だよ。これもまたデート台無しだよ。また彼女役なの。見て、東京タワー知ってるよ。東京タワーじゃないのよ。芽生えの公園はどこに行ったの。私、来たばかり、わからないから。芽生えてないしね、わからないよ。あと、締めてくれないと私、あなた嫌いになるよ。私ね、スケジュール立てれない、嫌いだから。しっかりしてるな。これが全て計算し尽くされた行動だった。計算しかないでしょ、これ。2人戻ったらすごい。元のところ戻ってきてるでしょ。さっきのところよりだいぶ綺麗です、こっちの方が。普通さ、別に普通のイルミネーションよ。そうなんですよね。何の変哲もない。ちょっと写真探しておかなくてどこだこれ。もういい。そんな原始的な探し方するやついないから。反対側。これがニューヨーク。これだよ。東京ガーデンってやつ。ニューヨーク。庭園。写真見せて。庭園。これ、ずっと知り合いです。え、登るの絶対知らないの。あ、あんの。まあ、これ、あ、みんな帰れないの。なんだろう。あはい、やったよ。赤坂って、あり赤坂ってなんだろう。赤坂ってなーり。赤坂ってなーり。これもう。いくだ。
もう怖い。分かる、気持ちは分かる、気持ちは分かる。デートの最後はどこに連れてきてくれたの？ここがお前の墓場だ。墓場？あなたおかしいの？デートなのに墓場ってどういうことよ？墓場だ。私もまだ生きてるから。デート終了ですもん。もうデート終了ですよ。ここは赤坂日本デート。いやなんかいいムードです。ムードこれがなんか大丈夫だよ。待ってください。これ写真撮ろうよ。じゃムードです。結婚式何にしてみたい。なんでそっち行ったの？確かに、なんでこっち？カップの前後見て。バンブン。おぉ、バンブン。Too many, too many バンブン。あ、バンブンっていうの？いや。ジャパニーズ say タケ。いや、very, very long. More strong. So, 長い。Yeah. 長い長い。ジャパニーズ庭園。おぉ、いや、ここでも、ここでも。なんか、いい気分です。すごくいい気分です。これじゃね、サムネ。サムネこれじゃね。いいですね。サムネこれでしょ、絶対。いいと思います、これ。寿司三昧。お魚が。本当だ、コイキングだ。本当だ。お、めっちゃいる。死んでんじゃん、こいつら。めちゃくちゃでかい。ガムない。おお、うわ、なんかこういうところにいるとユキさんが余計に鬼物理無残なんですよ。これが無残だ。あ、やべ、最悪。え、公式であげちゃった。ありゃ。へえ。あ、あの滝、滝が、あ、カメラだとよく見えないかもしれない。ほ本当ですよ。たぶんおかしいんじゃないの？明日頃なの？目がつくな。なんで行くの？ひどっ。びっくりしました。ビッグなコムギ、ビックリドンキーですか？ビックリドンキー YouTube ですか？これはそうです。今日僕がカメラマンです。おしゃれですね。映えてるよ。え、写真いいですか、ゆきさんは？写真いらない。めっちゃかっこいいよ。マジで？ドラマチックだね。その前にちょっとあの締めを。お前さ、角度見てね、なんか動画ずっと撮ってるんだって。ああ、締まんないから。締めを。もう一瞬第2弾ラップ。第2弾ラップ。どうだろう、このエビリヘイちゃん。いい感じだな。もっと結構大きいっすよ。何あれ、お店？お店、お店、お店、お店。美味しそう、来た、美味しそう。でも俺ら来るみたいな感じになってるの。やばいやばい。
めちゃめちゃ良さそうな店。一食。あ、コース2万だって。ああ、ちょっと。今か。これさ、物販で使えるんだろ。確かに。かなり大規模ですけど。なんかいる。本当だ。なんかいるよ。なんだ。日本庭園を作ったと言われている大谷翔平のお父さん見てほらバット持ってるし大谷さんですこれロサンゼルスエンジェルスの大谷ヨネッチョおーおお神々しい二刀流これがあのホームランを打ったバットです皆さん翔平大谷そういうことですかプルプル調子ですねこの人が庭をこのバットで耕しました米太郎さんですあ、違うわ米太郎だ米太郎ですあ、米太郎です大谷米太郎ですなんと庭を耕し赤坂に光を与えたあの伝説な米太郎さんですライス太郎そう、なんかバチ当たりそうですねライス太郎やばい、あそこから見てる米太郎がうわ興味なそうだからしないでもうなんか飽きてる飽きてるあれ読んでたこっちあるぞこっちあるまだ続くこれね、道路に続くおかえりおかえりコースこれでデート終わりですかねこれ君はどこかと増えてなかったそうだすごいだよ来るか声いっぱいいる Good morning うわ Good morning ちょっと待って似てる起きちゃったでかやばいねこれ超でかいっすジャパニーズコイです寝てるね、ごめんね、みんな明るいね、眩しいね、ごめん、起きちゃったね私の音、声ではうるさい電気が嫌だ、装置かないや、It's orange and red white and black too many colors too many colors The Japanese color So big ゆきさん、人泳ぎお願いしますお前が言ってこい君はどこに行ってしまったでもこういう感じですねもうやだもうやだえ本日はデート失敗です。ゆきくんはダメでした。彼氏としてはダメでした。こうさん。もう締まりにも締まらないですダメですねこんな庭園にまでわざわざ来てダメでした早く歩けとか言ってました次回違う二人のデートをやりたいと思います皆さん誰と誰のデートが見たいか言ってくださいコメント欄へどうぞはい最後どうでした今日のデートどうでした今日はね何点でした自分的にはえ自分的にはね100点中何点でした85点。ソフトクリームが美味しかった。ソフトクリームじゃない。あの相手を喜ばせられるかどうかっていうあれ。ああ。じゃあちょっとあれだね。意識の低さが見えちゃいましたね。はい。適当ですね。はい、あなた結構やっぱり。はい。めっちゃ落ちます。ありゃ。まあそれはしょうがないよね。やっぱり。
企画だから本質が見えたと思えばダメだ。それでも押したいというそこのあなた、ダメだこりゃ。差し入れでソフトクリームどうぞ。ダメだこりゃ。寿司三昧、寿司三昧、寿司三昧。じゃあ、そう、シロとユキのデートしてみた。みんな、バイバイ。カメラマンはこうちゃんでお送りしました。ありがとうございました。みんなコメント欄に誰のデートが見たいか書いてください。どこだっけ？ここだ。じゃあ、エンディング今これ流れてることでしょ。君はどこかの遠くへ、遠くへ行ってしまった。じゃあね、みんな。君の家